今回この AZ さんのサビアウトですね、これを使ってメッキパーツにサビがだいぶ浮いています。これを取っていきたいと思います。このサビアウトなんですけど、ちょっと分かりにくいですね。錆びた金属部分に塗って10分から20分放置した後拭き取ってください。で、これのいいところは匂いがないですね。あと水で希釈できるので、ちょっとしたつけ置きなども可能です。普通錆取り剤ですと結構匂いがきつかったりするんですけど、これは匂いが若干ありますけど、ほぼないですね。ちょっとこの糊のようなドロッとした液体ですね。色は水色で結構綺麗です。で塗っていきます。分かりやすいように半分だけしときましょうか。ちょっと糊のようなドロッとした感じなので、多めに塗ってもそんなに垂れることはないです。そしてこれ1本でだいたい500円ぐらいですね。110g 入ってます。ホームセンターなどでも売ってますので買いやすいとは思います。これでちょっと時間を置いてみたいと思います。
それでは20分経ったので拭き取っていきたいと思います。塗った部分と塗ってない部分ですね。画像でわかりますかね。拭き取っていきます。塗った部分はこんな感じですね。若干錆が薄くなった感じですね。ある程度から拭きをして、ちょっと濡らしたやつで画像でわかりますかね。錆が落ちてきれいになっているのが。結構これぐらいのサビですと簡単に落ちてくれます。ちょっとメッキが傷だらけなので分かりにくいかもしれないですけど、これだけ入って
500円ぐらいで塗って拭くだけでこれだけ落ちたら僕としては十分だと思いますね。メッキ部分だと結構すんなり取れてもくれます。